領主使命の治癒、刮目してみるがいい。ユモ、これでいいのでしょうか。天下の身は曹操を打ち倒すためにな。のに曹操と図って慶州を取れば。リクソン、今や天下は二分などではない、三分だ。おそらくは諸葛亮の策に我らも葬儀も飲まれつつあるのだ。確かに。そして近郊の用地慶州に打ち込まれた鎖が軍神関羽なのですね。うん、奴がいる限り乱世は収束へと向かわん。裏切りのそしりは受けよう。だが真なき命に囚われて朽ちるわけにはいかんのだ。ですが、それでは姫様はどうなるのでしょう。殿はご決断なされたのだ。ならば我らは孫悟の明日のため慶州を取るのみ。はっ、行くぞ。軍神関羽を討ち慶州を得るのだ。関羽は前線か、好都合だな。いざ孫悟の明日のため軍神を討つ。今は明の国を考えてはいられません。行く、白玄参ります。裏切りはやめてください。半城への投石攻撃を開始せよ。石が、誰か助けてくれ。王のため戦いに
ではいかん。私で宝石を止めるぞ。その勢い、誰にも止められますまい。助け立ちくださるか。私としたことがお恥ずかしい。来ていただけて助かりました、リョウモウ殿。どこで読み違った。さすがにまずいな。これで投石は止まりましたね。繁盛はひとまず大丈夫でしょう。この地形、そしてこの雨、読めた。敵の狙いは水にあり。近くに水門があるはずだ。急いで向かい、諸君の手から守るぞ。今こそ水系の時だ。拙者たちは水門へ向かうぞ。承知しました、アリウム。
打ってまで挑んだ戦です。必ずや最高の戦果を上げなければ。無事か関与、この交換者が助けに参ったぞ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありません。我が闘志を見よう。せえ、この交換者の相手をせえ。私が相手になろう。するな。殿も
ロシク殿も皆劉備を信じようとした。ロキ様がこの慶州で踏みにじったのだ。劉邦殿、全ては我が兄劉玄徳の大使のため。そうだろうとも。そして我らも孫悟のため貴様を討つのだ。孫悟の治癒と覚悟、拙者の義を上回ったか。無念なり。兄者、関雲長、お先に失礼つかまつる。これで孫悟の地盤はより盤石となろう。リオモードも、なぜこのようなご無理を。最後に汚れ役をかぶるのもよかろうと思ってな。あとは任せたぞ、リクソン。定律の時代、お前たちが切り開け。リオモードの、私はまだあなたから学ぶことが。